手下はなぜ捕まった？あの地図覚えてるか？補給路が記されておったな。飯はあったか？ああ、万平付きだったけどな。なれど精鋭を連れておったのだろう。まんまと生け捕りにされちまった。逃げ延びたのは俺だけだ。生きておるとなぜわかる？昨夜あいつら歌ってたんだよ。うん、猛虎が歌を許したと。意外だよな。上手だったのだろう。このまま浪人をやめてはどうだ？好きでやってるわけじゃねえ。刀比べで負けたからだよ。ああ、長尾家の刀比べ。それがどうかしたのか？覚えてるか？家の連中が刀比べを見に来てたんだ。それなのにお前は本気で撃ってきて腕が折れかけたぞ。すまん、初の試合であったゆえつい浮かれてしまったのだ。そうだろうさ。あの刀比べで地頭様のお祝いに皆会いたかった。そんなつもりはない。生まれのいいお前と違って俺はあの刀比べで腕前を見せてどこかの武家の老頭になろうと狙ってたんだ。俺のところに来れば話を通してやったものを。お前に頭を下げろって？嫌だね。俺は一人でどうにかしたかった。なぜ早く言わなかった？なんでだろうな。お前、松でクロードと呼ばれてたぞ。酒井様より出世したな。どうした？お前より名が知れて不満か？ヒロと心臓は逃げたよ。もう戻らんだろうな。あいつら逃げただと？俺の苦労が水の泡かよ。捕まった手下を救うならこの数で十分。戦や病や飢えで死んだ奴はいても逃げる奴など弱いのだ。お前に非はない。他に逃げたい者は？ほら落ち着け。時期暗くなる。出発はできそうか？手立ては道中で話そう。よしてめえら行くぞ。の役だろう。うん。砦に入る道は一つだが守りが固い。忍び込まねばならぬだろう。崖の見張りが手薄だ。崖を登り壁を越えよう。何？お前は猿か？役立つ兵具がある。手下は任せろ。うまくいけば狼煙を上げる。攻め入りの合図だ。猛虎を挟み撃ちってわけか。見ろ、やはり策があったな。崖に続く道を探す。のろしが上がるまで隠れておれ。おい、ジン！死ぬなよ。
飛び越えられぬか。だが鍵縄を使えば行けるはず。朝日はどこだ？
デュサネ。ヒンドゥエン、ハン。ヤフレビティフルチャプルで、オロルスナトルマ、サラムスナ。ヤマルネギムハロー、ユムアルナ。Hindman, Hanoi, Ted Harak, Kulpan, Westland. この檻は違った。長者の話だったんだ。その通りかもな。よし、龍蔵、いつでも来い。門を開けねば。
ました。勝ち目はないと悟ったのさ。地頭の追いは必ず取れる。いつ迎えが来るか仲間と賭けをしてたんです。負けちまった。酒は持ってきたよな。一体どういうことだ。もっと褒美。さっぱり意味がわからねえ。どうした。猛虎はうまい飯をくれたってよ。それだけじゃねえ。拷問もなしだ。そりゃ歌も許すはずだぜ。無事であったことを喜べ。だがどうしてあいつらに飯を食わせる。見返りを求めたのやもしれん。助かったよ。あいつらは俺の全てだ。でユナに会わなければ。戻ったね。まだおったのか。嫌なのかい。鍵縄の完成を見届けた後すぐ島を離れるのかと。船を探したいけど、あんたはタカの恩人だ。志村様を助けるまで付き合うよ。それは心強い。皆を集めてくれ。なんて言えばいい。これより金田の木に向かい、叔父上を救うと。侍は誉れを重んじると書で読んだ。それが己らと我らの違いよ。ならばなぜ我が兵は背後から斬られている。堺は決してさような手を使わん。戦では化けの皮が剥がれる。
ならば己は犬だな。不未来の下地でしか動けぬ哀れで臆病な犬だ。お前の老いも侍の道に背き、犬になるつもりのようだ。止めたくば大元国に下るしかない。そして我らは本土襲来の手先となる。違うか。考えておくことだ。ただし急がねば己の老いは道を踏み外すことになるぞ。それまで首がつながっていればな。みんな揃った。菅笠衆を待つ。いや、先に小屋で待っておれ。元気。ご加勢、叔父上もお喜びになります。我が一族の仇討ちはしばし見合わせる。弟子の巴を追うのもな、地頭をお救いするのが先決だ。お二人がおれば救出も手軽いでしょう。まずはご支度を直に仕掛けます。待つとするか。後で会おう。お主の弟子、敵に寝返ったと聞いたぞ。ざまあないな。今はよせ。年甲斐もなく若い女子と暮らすなど厄介の種でしかない。あれは娘のようなものだ。おなごにとって父親など忌まいましいものだ。だから酒は好かん。知ってるだろう。酒井様、もう一度言ってみろ。源氏アホは。タカ、鍵縄助かったぞ。お役に立ったようで。姉の反対を押し切ってご分を祈りに来ました。お前は何しに来たのだ。一人酒はつまらなくて。良い酒を残しておけ。叔父上を救った暁には宴を開こう。それじゃあ極上のものを。姉さんが待ってます。おのおの方、潮時です。これより叔父上をお助けいたす。菅笠衆が誰一人来ておらぬようだが。しかれどもこれ以上は待てません。策は終わりで、酒井殿。私が鍵縄を使って忍び込み、のろし術を破壊します。皆は大手門を破ってください。叔父上は死角に囚われておいでのはずです。城攻めに気づかれればお命が危うい。大手門から攻め入り、息肝を抜いてやればよい。いいえ、忍び込みます。それから死角を目指し、叔父上を救い、大手門へと戻り退却しましょう。死にに行くようなものだ。討ち入れば負けます。闇に乗じて忍び入るのが肝心なのです。さながら野党か。それかクロウド。叔父上がお待ちです。いざ城へ。立派だったよ。うまくいくと思う？行かせる。ここから登れそうだな。皆のもとへ行け。城の中で会おう。気をつけるんだよ。必ず
ず救います、叔父上。Юч пиш пече? Да. Сен сей га моно ми о штоме те ору. Сасуга да.先生、ケンジとオーテモンの番を。心得た。ユナ、崖沿いの兵を始末しろ。任せときな。よし、橋で時を待て。誰か忘れておるぞ。あなたは、私と。この先の猛虎の兵器、以前は大きな妨げでした。こたびは、我らが使う。ここを抑えねばなりませぬな。不意打ちするか、または突き破るか。お主が決めろ。よしとせ、ビッグ金銭。ここを抑えねばなりませんな。不意打ちするか、または突き破るか。お主が決めろ。
の扱いは試せばわかるさ。私が叔父上をお助けした後追っておいてください。承知した。抜かるでないぞ。雅子殿も。ジン、万平がいる。俺が先駆けだ。龍造命、忘れはせぬぞ。志村様にも伝えよう。この橋はよく覚えておる。この高さから落とされたんだろう。よく生きてたね。確かにな。門が閉じてる。門を守れ。俺は他の道を探す。崖を見て、向こうに渡れそうだ。ネオンだな。そうだろう。中に入れたらすぐに門を開けてくれ。ユナの手がいるな。
待たせるね。備えろ、バッペンがおるぞ。ユナ、ここを守れ。俺は叔父上のもとへ。死ぬんじゃないよ。龍蔵。クロードの首を差し出せば褒美をもらえるとさ。仲間が腹をすかしてんだよ。叔父上をお助けすれば召し抱えてもらえる。お前も武士になるのだ。そして死ねというのか。菰田での戦のように。龍蔵、叔父後にはお前がいる。あいつらには俺しかいない。
しない。友ではないのか。もう昔の話だ。共に故郷を救おう。今じゃもうこのもんだ。龍蔵、侍だ、侍がいるぞ。Come on.
答えよ！シムラ殿はどこだ？ソガルトクソバケモン。やあ！Gut, was mit dem Schuh? Was ist Betty? Tübe!
か、この獣が。補充へ、ジンです。ジン、急げ。おっ、サマライの方。さすが忠志の息子だ。この身を尽くします、叔父上。立たねば。まだだ。ハーンは豊玉に狙いをつけ北へと向かった。残された万兵は我ら二人に太刀打ちできん。加勢もあります。城を取り戻せる。共に勝ち時を上げるぞ。北にいる万兵どもを始末。さあ行くぞ。猛虎を狩ってやろう。お供いたします。政子殿、無事であったか。おいごのおかげです。そなたを救うと言い通しておった。無理だと突き返したが、こたびは心得違いであったな。ありがたきお言葉。皆が無事でよかった。多くの同志を失ったがな。一族も。足立殿は武人としての最後を遂げた。敵を討たねば。全ての対馬の武士のためにも。お手が来るよ。我らにかなうものか。続け。死んでいった対馬の武士の敵、政子殿、取りを逃がすでない。皆の者、よく働いた。やったね。城は取り戻した。ご采配の賜物です。お前がいたからだ。これより猛虎どもの花を明かし、
コトゥンハーンに意志を返すとしよう。見せつけてくれるわ、武士の意地を。そうな城ではないか。この門を開いてはくれぬか。同胞がくたびれ飯も食えず凍えている。門を開け、助けてやれ。飯をくれる約束だろう。分かるな。入れてやって。助けてくれ。おい、やしてくれ。門を開けろ。門を開けてくれ。志村様が探してる。ハーンが城を奪ったらしいね。竜蔵を信じたばかりに。みんな図られた。残ってくれたのだな。まあね。褒美について叔父上に話してくれ。志村様なら資格だよ。今でも島を出たいか。私の居場所はないから。お主がおると助かるのだが。志村様がいるだろう。何言ってるのさ。猛虎は兄弟だからな。志村様によろしく。
陣。待っておった。必ずや藩を討ち取り、龍造も成敗する。奴らの首を城壁に掲げてくれよ。お前には期待しておるぞ。無論です。捕虜になった時、お前の所業を聞かされた。そのやりようは非道で誉れはないと。お救いするため仕方なく。分かっておる。深く感謝はしておるが、その道を歩もうとは思うな。我らは民を導かねばならぬ。まずは島を救おう。武士らしく。ユナの件ですが、私と叔父上を救ってくれました。あやつの望みは無事に本土に渡ること。船を一層やってもよい。我が城を取り戻した暁にな。ありがたく存じます。半時後に立つ。承知しました。話を聞いて回るか。